対して十字架にかかり三日目におみがえられた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います一、えー、分動画を見てもらっておりますがっと玉物のことをやっていましたけれども今日はその玉物の,の用いるときの、えー、気をつけるべきことということで二回やりますけれどもそのうちの今日は一回目ですねそれを見ていただきたいと思いますお願いします 皆さんこんこにちは今日は御霊のたまものを用いる時に気をつけることその1です御霊のたまものは神様が与えてくださった素晴らしい贈り物でありまたとても強力な働きですそのため正しく用いるということが大変重要ですではどのように用いていけばいいのでしょうかその答えは聖書の中に書かれてありますまず第一に。 たまもの賜物は教会に与えられています私たち一人一人を通してたまものの働きが表されますがその私たち自身がキリストの味体となる教会の一部であり一機関であると書かれていますこのように御霊のたまものは教会に属する働きですから決して個人的に用いずに教会の管理の下で霊的な事柄の権威である牧師の指導に従い 師匠にに従ってているるこことがが重要です。教会を離れて用いる時に問題が起こります。賜物を用いる際は必ず聖書的に正しく用いなくてはなりませんまた皆の益となるためにおののに御霊の現れが与えられているとありますからそのことを覚えて用いる時に働きは健全となり神様の力ある御業が表されていきますではまた はい、ありがとうございました。えー、た御霊の賜物ですね、9つありますけれども、これは素晴らしい神様からのプレゼントで、一人一人に現れてきます、でもその中で,です、ね、注意しなければいけないことが2つあるんですね、で,でも、それは聖書に書かれています、で、ま物だけではなくて、えー、私たちがた用いる、えー、このクリスチャン生活で大事なことの基準は聖書です、判断するのは聖書なんですね、これをまず知っててください。 でその聖書がた物に関しては2つ大事なことを言っていて1つは教会のものであるということもう1つは吟味ということです吟味は来週やりますので今日やったのは教会のものであるということですねで聖書では教会のことを「身体」って書いてあるんですねこれに図書に書いてありますけど「体」ってねで体には右手があるし左手があるし足があるし顔があるし目があるし口があるわけですね で右手と左手で同じ手でも機能が違います。まあ、中には足の裏っていうのもありますね。でそれでそれぞれ一人一人役割があって、えー、どれ一つとして不必要なものはないんですけれども、これは体の一部なんですね。で例えば、えっとそのえー、どんなに器用な手でも、例えばです、ね、どんなに速い足でも体から離れれば動かなくなってしまいます。同じように素晴らしい賜物が、例えばある人に現れたとします。えー、たまにはいいことで持ちましょうかね石田さんにですね。 え何癒やしのたまもの食べ過ぎてお腹を壊した時に治せるたまもの癒しのたまものが与えられたとしますねで本当に癒しが起こってきたとしますで,でもそれはこの長崎教会を通して神様を与えてくださってる癒しのたまものが彼に現れてるってことなんですねで間違いなくその人に現れてるんだけどもそれは教会の一部として現れてるってことなんですねだから教会から離れたらためになってしまうってことなんですねであの 分かりやすく言えばあの、もう引退しましたけど、ウサン・ボルトってのが言いましたよねあの、すごく足の速かったジャマイカの選手で金メダルいっぱい取った人、100メートル、200メートルリレーでねこ、こういうことする人、ねで、あの人は足が速いんですね、足が速い、手が速いんでもなく、口も速いんじゃない、口も結構速かったけど、でも足も、足が速いわけですね、ところが、その彼がですね、金メダルをかけるのは胸だし、インタビューを送るときは、上半身か顔がアップになるわけですね、感謝べの口です。 足が思うわけですね俺がこう一生懸命走って金メダルを取ってるのに天然俺には脚光が浴びないで胸と上半身ばっかりだってね,ねもうこんな体には未練がない足は足で生きていくってですね足が体から離れたとしますそしたらあれほど速い足でも1ミリとして歩けないのです動かないのですねでも境界につながってる時に機能するでも体の方は不便になるけど生きていけるんですね で実際ですね、ちょっと、えー、オンラインしてますから、場所は避けますけども、九州のある教会で、まあ、ずいぶん昔、20年ぐらい前に、明確に癒しのたまものだった人がいたんですね、うん、私はあの認めてまして、教会でも祈ってもらってましたし、祈るときにその人にも祈ってもらってまして、電話で祈っても癒,癒しが起こるっていう、はっきり癒しのたものでした、その頃は正解しても40人ぐらいもすぐ集まりまして、やはり癒しがあるとすごいですね、で徹はですね、その教会の方は1人がりになった40代の男性で,で、医学的にはもう治らない。 亡くくななってもおかしいところが教会で乗ってその人も祈って教会でも祈った時に、えっと、亡くならないでよくなってきてたんですね。でその時にその人と一緒にその、えー、癒しのたまものもある人と僕師もそれから4人か5人で関国に行かれたんですね断食にね。何があったのか知りませんが帰ってきた後にその,その人とその癒しのたまものっていう人がそがのんの人やその自分たちを地元をして野菜たちを連れて教会から出て行かれたんですね。でその時に 何が起こったかというと3ヶ月たつか経たないうちに残念ながらその方は亡くなられましたでこれは別に裁かれたんじゃありません本来もう亡くなって当然のところが助かっていたんですけれどもやはり離れた時に当然医学的に当然亡くなるべき状況だったので亡くなったんですねで間違いなくたわものがあったんだけども教会を離れた時機能しなくなったそして残念ながらそのグループはバラバラになって 1一一年か半,半年1年ぐらいたった時ですからね私おはがきをもらったの確かね「宣教師と今はやっています」っておはがきだったんで今ならわかるんですね私年を取ったからあれは暗黙に戻ってきたいってことだったんですねだからなんか集会かなんかの時に「えー、久しぶりにお会いしませんか?」って誘ってあげて呼んであげればよかったなと思うんだけどその頃そこまでまだ若くて思いがはせなかったんで じゃあ他の教会でやっっててんだだからいいだろうと思ってそれ気になってしまったんです、ね、そしたらあれほどのたわもの人だったけどもその後いい意味での噂を聞いたことはないですねおそらくたわものはもう現れなかったんでしょうねつまりあの教会と共とにたわものが割れてくるってことですねこれはね是非覚えてほしいと思いますだからどんなに素晴らしきたわもの中れてもその人に現れてるけどそれはその人に現れてるけどそれは教会にそがれてるものなんだっていうことをね覚えててほしいだから教会の霊的なカバーを受ける。 教会の霊的権威である牧師のカバーの下で持ちるということをね、ぜひこのに留めておいてほしいというふうに思います。で、皆さんね、これから確実に現れていきますので、求めるなら、求めるなら、それ、持ちるなら、だからあの、ぜひね、そのことをね、このに留めておいてほしいと思います。さて、それでは、えー、今日の見事に入っていきたいと思いますが、えっと、その前に、先週だった、ちょっといくつかあの嬉しいことがあったので、証しをしたいと思いますが、先週、泉に行ってまいりました、鹿児島の泉。えっとこれはあの 飲み山牧師ののお姉さんのいらっしゃるところですねで彼女はすごくオンラインをされていましてね言ってましたあの礼拝だけじゃなくていろんなのも見るみたいですねそしてあの賛美とかも聞いてますそしたら月末になるとなんかあの何、えー、て言うんですかあの、えー「なくなるんでしょう」なんて見る何て言うんですかねあれ、えー、メモリーだっけなくて何だっけ なんか遅くなって月末になると遅くなってついにこの前のやい時にはくるくる回って画面が出なかったって言ってましたねで6月になった瞬間がすごく早くなくってだからそれほどいっぱい見てるんだということですねだからオンラインした人はオンラインされてるんですね本当に嬉しく思いますがまあその2月に参ったんですね2月に行った時に実はあの1人のご婦人が、えー、まあ息子は大学生の方なんですけどもその方があのまあ生命保険の営業をされていて。 そしてまあ2月なんで、3月末までに、あるえなんていうか結果を出さないとまずいわけですね、営業ですから、か,かなり大きな数字で、ちょっと難しいという状況だったんですね、その時も営業のために来れなくて、電話かけてこられたんですね、集会終わった時きに。で、電話でお話をしたと、お祈りをしたんですね、必ずその数字がクリアできるようにって、真剣に乗りました、相手も電話口で真剣に乗っておられましたね。 で私は真剣によって神様が働いてくださったことは期待はしたんですけど正直に言うと保険は今です、ね、インターネットの時代になってきてもういろんなところが保険をやってますから営業は非常に厳しいんですよねだから、真剣にこから祈ったんですけど大丈夫かなというのは正直にかなりありましてずっと気になっていたんですねだから今回も行ったときにすぐにそのことを聞きましたそしたらですねすごい喜んで言われたんですねあのその数字をクリアしたんですって。であの これは、ね、昔ならよかったけど今の時代かなり高い数字を割れたのにあの何人じゃなくて、ね、いくら金額なんですよその金額をクリアしないといけないって聞いてあのこれは厳しいなと思ったんですけどクリアしたということですねあの本当によかったなと思います。で神様というのは本当に心を合わせて祈る時いい答えてくださるんだなってこと思ってです、ね、相手の方もとても喜んでおられましたし営業の世界というのは全くこのようなんです。 で数字が全ての世界で,でもそこにも神様は答えてくださるってことはね是非覚えてほしいですねでもう一つは、えー、その次の日ですね鹿児島行ってその次の日人吉に行ったんですけれどもダビデ村上牧師昨年ですかねあの心筋梗塞になりまして一日病院に行くのが遅れていたら命がなかったと言われてるんですけれどもお医者さんに言われたんですけども、えっと、その後2 0キロ以上痩せまして本当にこうやつもう。 もともと太っていたので痩せたのは悪くはないんですけどちょっと20キロ痩せましたのでげっそりしたんですねで、うん、車の運転はしてはいけないしお仕事もちょっとできなくて障害者のような感じになったんですけれどもところがですねあの、えー、ちゃんと食事療法とそれからまあもちろん薬もきちんと飲んで祈っていた中でどんどん元気になって今は熊本で元あった片、えっと、枠大工の仕事をされていてそれがすごく好きなんです彼は。 家宅大学に関してはもうプロフェッショナルなんですけどもその職場から声がかかって最初はちょっと力仕事はできないから社長の代わりにいろんなことをやってくれてたんですけども今回会いましたらです、ね、前回まではねやっぱり迎えに来てくれたらですね表示は、ね、明るくしてるんですけどやっぱり痩せ細っていてちょっと会うたびごとに心がキリキリ痛んだんですが今回はですねちょっと回復してたんですねでなんかえ良、ー、かったなと思ったんですけれども聞いたら力仕事もできるようになって そのおかげで食食事が美味しいしべれるようになったともちろんそれでも食事制限はしてるんだけどずいぶん食べれるようになったから、ね、だいぶ回復してきたってこと言われたんですねで運転は毎日してるって言うんですよで半袖着ておられたん、ね、で暑かったからねでそしてあの彼が説教するときにパッて見たらここから先ねこの腕のここから先が真っ黒になってたんですでこっちは普通なんでいつもな長いの着てやってるんですよねでそれがどうしたとうかもしれませんけどあのつまり彼は外で 本来好きだった片大学の仕事を今しててるんだなってことが分かって、なんかすす。ごい感動ししたんです、ね、しかもこ,のこっちの腕が出てたんですけどその白い腕がですねえっとね痩せ細ってた腕があまあ太いとは言いませんけどなんかこう、ね、すごく痩せ細ってないもう普通の腕に戻ってたんですねだから私すごく感動したんですねであのお医者さんも驚いてるってこところですね普通は仕事は普通できないのに仕事もできるようになりそして力仕事もある程度できるようになり ご飯もおいしく食べれるようになりそしてあの運転は毎日今しているということで,で実際いつも奥さんと一緒に来て奥さんが運転したんですけども,もう今回は本人が全部運転してくれたんですねであのー、本当に神様は素晴らしいなと思いますで泉の方はですね2月に乗って3月までのっていう答えにすぐ答えられてでダビテ村上ボクシの方は1年ぐらいかかってますけども本当に神様が回復させて下さっていきなりかっていうんじゃなくて確実に回復させて下さってお日さんも驚くぐらいの回復をしたんですよね であのこれも本当にに感感謝謝ししたたいいいいとと思思まますす神様を皆さん、ですね、えっと、健康の問題であろうと、境内の問題であろうと、お仕事のことであろうと、学業のことであろうと、え神様に本当に心から祈っていくときに、神様は、えっと、答えてくださいます。あることはすぐに、あることはすぐではありません、あることはすぐうまくはいきませんが、なんか計画があって、あるときはこうマイナスを通った後に答えられます。 それを知りたい人は、御子市新聞に連載されている南君のおもとが分かります。本当にだから、必ず答えてくれるのでね、そのことをね、期待して祈ってほしいというふうに思います。はい、それじゃあ、えっとね、ちょっと時間が押してますから、聖書も入っていきますね。マルコの福音書の10章のところから、23節からですけれども、えっと、これは、えっと、S 様がですね、最初に加われた23節ですね。 裕福なものは神の国に入ることは何とも難しいことでしょうって言ったんですけども、どういうことかというと、その前にえっとこのお金持ち裕福な人がエス様のところに来て訪ねるんですね。永遠の命を自分のものとして受けるためには何をしたらいいんですかってえっと17節ですけれども、そしたらエス様があの答えて、いや、立法ですね、10回のこと言うんです、19節でね。殺してはならない、監視してはならない、盗んではならない、偽証を耐えてはならない、あだむき取ってはならない、血と歯をいうっという。えっと10回の中の 人とと関わることが言うんですねだからすごいなと思うのはこの人はですねそんなことは先生小さい時から守ってますよって言ったんですすごいですねだからただお金持ちじゃなくて本当に人格的にも優れていてきちっと立法を守っている精閲に来た人だった努力家だったんでしょうその結果として境内も祝福されてとっても境内も富んだわけですねで彼はだからその延長線上でどう頑張ればどうしたら神の国に命を受けるんですかって聞いたら S 様が言われたんですね 何、あのー、て言われたかって言ったら「ねえーででね、あなたには欠けたことが一つあってそのまま慈しんで言われたってことはねこれはつまり方向性が違ったから言ったんですね頑張って努力してどうやったら何をしたらいいんですか?」って聞いたから「そう言うならあなたに言うけども欠けたことが一つあるよ」って家に帰って持ち物を全部売り払って貧しい人に与えて私についてこいって「天に宝を積んでついてきなさい」って言ったら「この人は財産がいっぱいだったから」 あの顔を曇らして悲しみが達し合ったってこの話があるでこの話があった後に裕福なものが神の国に入ることは何と難しいかって言ったんですねでこれはね読み間違いやすいんですけどどういうことかというと神にも使え富にも使えないって様が言いましたこのの代表は富なんですで富を得た人はあの何かというとそれなりに努力をしてそれなりに一生懸命生きてきて富を得てるんですねこれは基本的にで あのこ,のこの人は見たら実家を守ってますからただお金持ちじゃなくて本当に誠実に一生懸命生きてきてその結果として富も受けたそのこと自体は悪いことじゃないでもその延長線で命も考えてだから頑張って努力したらどうしたら命を受けれるかって言ったからイエス様そうじゃないんだよって言ったんですね命を受けるためには努力して頑張るんじゃなくてまあ答えを言えば信じることなんですけどもイエス様を信じることなんですけどもあのだからこの人はそういう言い方をしたんだ日本人得意でしょさっき言いましたけど。 頑頑張りなさいってい頑張りりななささいいオリンピックの選手が自分を信じて頑張りましたって言うと拍手って練習は嘘をつかないあれだけ練習をして頑張ったんだからだから大丈夫と自分を信じて頑張ったことを信じてやりましたそしたらこうなりました拍手喝采っ,っていう式ですねちゃがすきはありません確かに努力をしたそしてその結果金メダルを取ったそれはこの世では本当にそういうことが起こりますでもそ,それでは永遠の命 それでは神の国に入れないんですよって言ってるんですよで今そうやって朗読して頑張るそういうふうにしてその結果頑張っても頑張れない人がいるし努力してもできない人がいるでその人は本人が悪いんだ努力が足りないんだもっと頑張れでは解決できなくて傷んでる子供傷んでる親苦しんでる人がたくさんいるんですでそれは努力が足りなくて頑張らなかったからなんでしょうか とんんでもありません努力して頑張ることは悪いことじゃないんですけどもそれがオールマイティだと思っていることが問題なんです努力して頑張る人の中心は自分なんです人間なんです人間が中心で努力して頑張れば何とかなるっていうヒューマニズムなんですこれが実は聖書からいくと最も大きな罪なんですで日本人は努力して頑張ることは勤勉ですこの勤勉は神からもらったプレゼントで素晴らしいプレゼントなんだけど 悲しいがな、サタンがそれを使ってしまった結果、神を中心に置いて、この与えた勤勉を用いれば、最高なんだけれども、神を横に置いといて、人間が中心になって、頑張れ、勤勉で努力しろということになった結果、神がくださったものは、逆に神を求めない、神を身に着せないことになってるんですよ。これはね、ちょっとね、すごく大事なところなんですよね。 なんで,す、ね、でこのかお金持ちに一生かなんて難しいんだろうかって言ったら人間を中心に頑張り努力してる限りは神に出会えませんよって言ったんですね誰かが傷んでる時何とかしてあげたいと思うことは素晴らしいことですでもその結果一生懸命考えて一生懸命考えて一生懸命考えていろんなことをやるけれどもうまくいかない本当に自分には何もしてあげれないってことを認めて100%認めて神様により頼んで神を中心にしっかり据えてその神様により頼んで神様をおっしゃることに していくならば努力や頑張りは身をつけるあのもっと永遠という価値の中でねでもその中心軸がどうしても神にいかないこの金持ちの人は、ね、結局裕福だとそのそのその結局裕福ってことはその人間の努力や頑張りを中心に置いてるから無理なんだってことなんですねでこれはねすごく大事なとこなんですよねでもっっとははきり言いましたイス様は あの弟子が驚いたんでびっくりしたって何でってってな当時お金持ちっていうか境内が祝福されることは神の祝福と考えられとたでその通りです境内が祝福されるのは神の祝福の一つですあのクリスチャンの方クリスチャンになったら清く貧しく美しくならなきゃいけないと思わないでくださいいいですかお金がなくなることがあのなんかクリスチャンの美徳と思わないでください、えっと、必要な方はどんどん神に求めて境内もあふれるほどに祝福されていろんな必要がありますからいろんなところに喜んでどんどん捧げましょう そしててまますすす経済がされてくださいですかお金持ちになることは罪じゃありません正しく使わないことは罪です、ね、だからそうなんですけども、えっと、ここで面白いこと言ったんですそうだけどもだからねだからびっくりしたんですけどこの人はエス様も言ったの24世で子たちを神の国に入ることはなんと難しいことでしょう金持ちが神の国に入るよりはラクダが入るよを取男がもっと優しいってラクダってあのボコってあのねあるでしょ、ね ところが、あ,あ,の,あの,針の穴って <laughs> で、だから、絶対できないって言ってるんです。ただ、ある方が解釈でね、エルサレムに針のもんってあってで、ラクダがぴちゃんって、下に地べたにくっついたら通れないことはないから、へりくだったら通れるという説教をしました。解釈として間違いじゃありません。解釈としては。でも、そうなると、へりくだればなんとかなるという領域なんですけど、えー、私はそう思ってないんですね。これ、本当にラクダが入るの穴通る、文字通りで、できないってことなんです。つまり、 永遠の命、永遠の命に関する限り、神の国に関する限りは、人間がどんなに努力をしても、分かりやすけば、全生涯の富を捧げても、私たちは自分の命を捧げても、命は受けれないのです。イエス様が十字架でかさったその恵みを信じて受け取るしかないんですね、これ。これね、神を中心にするしかない、だから、このお金,お金がいっぱいあると、どうしても自分の頑張りでいくけども、それじゃダメなんだ、お金持ちは入れないと、そういうことなんですよね。 ではね、自分が中心にいませんか、頑張ればなんとかなる、頑張ればしあの、クリスチャンあの、クリスチャンも結構いるんですね、頑張るクリスチャンというのはね,ね、まあ、若い人は分からないけど、昔は私の時代には、頑張らなくちゃというコマーシャルがあったんですね、それが分かる人は私と同世代が上です。ね、そういういのあったんですけども あの日本人にはすごく合ってるコマーシャルだからいまだに覚えてます頑張らなくっちゃっ歌あのそういう歌と共にあったクリスチャンになっても頑張らなくっちゃと思ってるんですイエス様を中心においてこの方にすがることにおいて、まあ、頑張るというかそこに本当に心をそぎ出してそして神様がおっしゃることに関しては私たちは従っていくってことにおいて時として努力や頑張る人でしょうでも中心は神なのですねこれ自分でもなければ人じゃないんです そこをねエスサも言ったで神に関することはどんなにあなた方やってもできないんですよってだから2つ自分に関してもそうだし伝道していく時多分誰かに伝道して救われてほしいって思いません皆さん大切な人と天国で会いたくありませんかあのー、家族の方でまだエスサもほんとの意味で信じてなければ天国で会うことはできませんその人がどんなにお金持ちでどんなに社会的立場があって どんなに幸せそうな家庭があったとしてもキリストを信じてない限り天国で会うことはできませんこれは衝撃ですよだって向こうは永遠ですよ天国で会えないだから本当に天国で会いたいと思いませんか天国で会いたいと思ったら何とかして使えてほしいと思うでしょうで伝道したり服を着えたりするんですけどこれがなかなかうまくいかないどんなにやっても信じてくれない 思いませんかあ,あ力がないなとか言がないなってでもそれ正解なんですここに人にはできないって書いてあるでも神にはできるって書いてあるこの永遠の命に関する限り神にはできるんです神にはできるんですね神が働かれたらどんなかたくなの心も変わります神が働かれたら本当に人は変わりますしイエス様を信じることがありますで本当に神が働いたらあのね本当に神様を体験したらあの 救われたたら受受けけいいと思います洗礼受けなさいなんてて言わなくても何でかって言ったら本当に神の世を知ったらこの人の花嫁になりたいもんこの人と一緒に来きたいと思うからです、ね、でそういうことが起こってくるでそれは神にはできるって書いてあるので昨日です、ね、あの土曜日です、ね、うちの息子がです、ね、ある高校に行ってるんですけども、まあ、オンラインしら名前出しませんけど彼は2年生の時から今3年生ですが2年生の時からチャペルって言ってです、ね、ミッションスクールなんでチャペルで話し始めた。 アーサー・ホンランドの本から始めて、ね、いろんなの話し始めたで言ってましたね一生懸命救われてほしいって希望を持ってやったんですけども、まあ、誰も救われてこないで一生懸命やったけど救われてこないでそのうち自分の中に愛がないことが分かって腹が立ったりがっかりしたらいろんなこと起こるわけですねで本当に力がないってことは分かったわけですねでもいいですね17歳にして自分の限界戦況における限界を知ったってことは宝ですね私ももっと早く知ってればよかった <laughs> 本当宝ですよ本当に いいですか私たちには一っ子一人救うことはできません。誰このの万長崎のための一人も救えませんでも神が働かれれば45万人ごそっと救えます。本当に救えます。で神に働いてもらうために何をすればいいかというとこの方により頼むんです。だから祈りなんですよ。で昨日一緒に、ね、祈った時に、ね、祈ってたらとねすごい喜びが来たですね神様に求めていく時に。 あので私は主に期待してるんですね神にはお出来になるっていう神にはだって干してると分かるんですけどねあのこう賛美でもであ説教でもね感動しなさる人いっぱいいるんですよものすごかったとか感動しださる人も勢いで信じる人もいるんですがじゃあ教会につながるか宣伝を受けるかっていうとそうはならないまだ神の領域に入ってないから でも神に振られた人は先週話しました名前出さなかったかあの礼拝に初めて来ていきなり神に振られて救われた人息子さんまで洗礼を受けたでしょう神が働いたからなんですよだって初めて聞く生まれて初めてた教会で初めて聞く賛美初めて記憶なのに神に振られちゃったんですね神が働くところです私あの熊本で一番最初の司会の時に今でも覚えてますけどもあ,のある人に話をいくために ね、かちょっと話を聞いてあげると美容師の方が、ね、いてその熊本で救われた方のお友達がいてその人はちょっと悩んでるから聞いてくださいということで私は行った,そしたらですね娘さんも帰ってきて娘さんのお友達が、ね、結構いっぱい来ててて、ね、全部で8人ぐらいでほとんどノンクリスチャンだったんですね。ねびっくりしてです、ね、私トイレに行ってで,す、ね、お室で戻ってきたんですねトイレ行ったのは祈るため <laughs> お室で祈りだしたらすごい勢いふが全員救われたんです。 そこから始まったんですねであの時何が起こったか精霊を与えたんですけど間違いなく祈ってたんですね。で、一番面白いのは、ね、その次の週ねその救われた人がお友達を連れてきたんですけどその友達はですね、あの森さん、私に喧嘩を売りに来たんですね。で、9時に会う約束だったのにね、違うか、8時か、なんかとにかくわざと2時間遅れてきたんです、武蔵と小次郎のまにをして。 で、牧師が腹を立ててるだろうから、わざと遅れてきてで苛立つ牧師をこうね。茶化してやろうっていうね。悪いやつですね。ほ <laughs> んと来たほいで来るなりですね。喧嘩をっかけてきました。神を見るなら見せてみろってね。最初そこから始まって1番最初はいや。神は霊だから皆様やったらほらやっぱりとか言ってね。こうね。バン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 で面白いんですよ。1時間ぐらい経った時。 私は普通に受け答えしてもう無理をせず普通に答えていて全然こう変わる、もう全く変わる気がしがなくて一方的にいろいろ言ったんですけどそれに対してまあ答える範囲で答えていたんですけど突然、でですね突然ですねね突然彼が、ね、自分の話をして実は私はミッション教の学校だったんだ本当は経営の選手になりたかったんだけど高校時代に怪我をしてダメになったんだって聞いてもいない自分の生い立ちを話し出してですね れ役立たな世界に入った話いろんな話をしだしてです、ねそれであ、そうですか、そうですかって言って、あそうですかって言って、自分で勝手になんか泣き出してです、ね、そしてです、ね、で私が、イエス様を助けられましたって言ったら、そうですか、信じませんか、はいとか言ってです、ね、いやあれ本当にあの面白かったんです、あれは見事でした、自分で喧嘩を打って、自分で自分のことを話し出して、最後は自分でイエス様を信じませんか入はいってって信じて、で夫婦揃って一緒に信じて、暴挙げんしちゃった、あれは暴挙げんだったんです。 今長老にになっっってますけどボーゲンだだたた本当にボーゲンだったんですねなんで怒ったかというとね彼を連れてきたその奥さんの友達が一生懸命乗ってたんですで何回行ってももうボロルクソに言われるからとにかく一回牧師になってくれって言たけどとにかく神様はその奥さんが返したってことでね奥さんのためにも夫を救ってほしいって本当に乗ってたんですで祈ってたんです 私が何かうまい話をしたでもなければ私が何かこう気を聞いたことを言ったんでもないあれは誰でもよかったんです極端な話ただそこに私がいたから使ってあげた嬉しかったでしょ自別に使われたことはでも神働いたんですだからね永遠に関することは神様の領域なのですさっき弱いってことありましたけどね弱さを覚えることはいいことは何か言ったらね弱くならないと人はなかなか死にすがらないあの弱くならなくていいんですよ絶好調の時に死にすがってくださればそれでいいんです別に 別に失敗することのかない。でっこーちの時に死にすがれ,ればそれで全然いいんです。でもどうもでっこーちになると死にすがらないでしょ。神様は祝いしちゃったらやったーってね。いや、考えても俺も頑張ったよな。<laughs> 言い出しませんかいや、本当に知らない間に。ねいや俺まあ、確かに神様助けたけど俺だって頑張ったもんなーってこうなりませんか悲しいけど人間って。で、弱くされたとき、本当に人は神にすがるし、神に求める、ね。で、何が違ったら 神様により求めることころここなんですよね。そうするならば、神は永遠に関することを与えてください。永遠に来る扉を開かれるんですね。で、皆さん、永遠の扉が開かれたら、この世でも勝利を、それは次に書いてある。で、本当に神様、でだからペトロ面白い言ったんだ。私はご覧ください。私は何もかも捨てって、さっきの話があるからね。全部捨ててついてこいって話があったから、私は何もかも捨てて従ってきましたよってペトロは言った実際、網を捨ててきたし、ね、家族を置いてきた。 ペトラ・ヨハネは家族は好きだったんですよ。でも家族も置いてきたし、網、漁師である仕事も置いてきて従ってきたから言ったんそしたら、イエス様は29節で2つ目に入ります。誠にあなた方に告げます、私のために、イエス様に従うために、イエス様を愛するがゆえに、福音のために、福音のために、家や兄弟や姉妹や母や父あと畑、これ何かあったら家族と、それからまあこの世の第三、この世で神の受けたもの、家とか、家とか畑ですからね、これですね、あるいは仕事でもいいです。 神様が与えくさった、家族のことを聖者はすごく大切にしています。ね、で神が与えくださった第三ですよね。それをあの受ける。本当に神に従うためにそれを捨てる。つまり神に従うためにそれを横に置く。第二番目にした人は、この地上では破壊されるけれども、ちゃんとそれを報いてもらえるし、後の世では永遠の命を受けますよって言ったんですよね。ここれれはねね受けけるんです、ね、であの以以前前何回か話しましまたけども以前 あの私の教会にケニアのトマス・ムーティって僕が来て下さったんですね。 で彼は、えっと、ちょっとねあのギャングみたいな顔してたんですけどねすごい声でね「In the name of Jesus」こういう声なんですね。<laughs> 本当に覚えてる人は思い出してくれい In the name of Jesus! コマンジュー!」とか言ってね,、えー、ねこうすごい声なんですね。あこの人『レの高い』にぴったりだとか思う感じだったけど奥さん召されちゃったんですけども当時ケニアのニセ0 0人協会っていうね内領日でごく大きな協会の僕しちゃだったんですけども彼が面白いと言ったら新学生の時に。 訓練のためにイスラム教の人たちにイスラム教の村に送られたんですってすいません、正確な数字忘れたけど900人だったかな、ちょっと自信がない、ちょっと間違ってましたけど、ね、ある村に送られた、そしてそこに英語をできたから英語を教えるということで選挙を始めた、そしたらですね、イスラム教徒ですから堂々と石を投げられる、隠れてしまうけど堂々と石を投げられるし、火で家を焼かれたんです、住んでた家をね、火で堂々と、隠れてしません。 それで彼はですね、もうちょっと、ね、迫害でしょ、ほいで彼はね、断食まあ、例の高い人は昔から、断食して祈る、彼氏様ってね、ほいで、もう悪霊いっぱい縛ってね、やったの、でも全然だめなの、ほいである時祈ってたら、神様言われたんですね、ほぎナしって、ほぎむし、許しなさいって、だからびっくりして、はって言って、いや許せって言ったって、神様、別にあの石投げた人ね、ね顔も名前もわかる、火をつけた人、顔も名前もわかる。 あの人たち別に許してほしいと思ってないですよって許してほしいと思ってない人許しようがないじゃないですかって言ったらですね言われたんですね精霊が私は十字架にかかる時誰も私に許してほしいと言わなかった誰も私の許しが必要だと思っていなかったでも私は十字架の上で彼らを許したんだってあなたもまず許しなさい信仰によってって言われたんですよそれでですね彼はですね あなるほどと思って分、ね、かりましたって言ってねその石を投げた人、ね、その人のことを許し火をつけた人のことを許しで全然あそこに語っても聞いてくれない人たちのことを許し徹底ってるて言ったので神様に祝福しなさいって祝福しますって言ったのじゃあ愛しなさいって愛しますってじゃあ帰らのところにニコニコ笑って近づいて握手しなさいとか近づいて行って手を差し伸べたらパチンって言ってはたかれるんですでまた帰ってきて許してまた行ったんまたはたかれるそれが3ヶ月続いたんです3ヶ月目に1人 一人が救われたの。一人。そしたらね、ごめんなさい、正確な数字が出ました。おそらく半月だったと思うんですけど、半,半年だったと思うんですけど、えっと、正確な数字が出ましたおそらく半年だったの、半年ぐらいの間に、その村が全員、キリストの信じて、キリストの町に変わったの。これ、現実ですよ。現実に起こったことですよ。変わったんですよね。彼は、ね、いろんなことをやったけどだめだったけど、 神様って思った時に神様がおっしゃって「あの許しなさい」って言われた時に彼は自分のやり方も自分の方法も自分の考えも捨てておっしゃる通りに許して祝福して死が言われるから一旦手をはたかれて破壊されたけどそれでもやったらどうなったったら彼は伝道者でしたからね訓練訓練救いっていのは彼にとっては永遠であると同時に彼の報いなんですで最初に村全部が救われたんですよねこれは彼の第三になったと思いますねでいえね 私たちが本当に神様にすがっていくと神様が示されることがみんな違いますそこに従っていく時に大切なものを横に置かなきゃいけないかもしれないこ,のここで言っている家族やこの畑や家っていうのは大事なんですこれは聖書は大切ですよって言ってるでもそれを横に置いてても神様のおっしゃることをエス様のために福音のためについてきなさいその時に神様が必ずそれも返してくれるし祝福されますよってことを言ってるんですよね 御子越し新聞に南牧師が連載を書いています、もう遅いですからやりますけれどもえ、書いております、ぜひ読んでください、で今回、面白いこと書いてあった、私はちょっと今まで話したことと間違ったことがあって、彼があの全然売り上げがもう断トツに悪いところに使わせあの、ね、上司から頭で行ったときに、母親を受けるわけですね、彼はアルバイトなのに、でみんなから母親をされて、無視されて、えっと、おはようございますって仕事に行っても一切誰も返事しない、それから、彼が注文しても誰も作らないハウスか、ね、そということで、そういうことを話しましたよね。 で2ヶ月経ったときに逆転が起こって一番反発した人が回復しもう本当に良くなったんだけどそれでも売り上げは上がらなかったんです、すぐには。そしてクレームはあの増えたというか、まあ、その後良くなったんでしょうけどその前のが結果出てくるから売り上げだけじゃなくてクレームは増えるし、えー、それから売り上げは全然上がらないし4ヶ月間ついたんですって、4ヶ月間上,司て上司に呼び出されて書いてある上司に呼び出されてお前、何をしてるんだって怒られたとでその時にハッと気がついたって。感謝はしてたんだけど自分で こうね、いろんなメニューを考えても自分のできる今までのケンタッキーで培ってきたご意見を消して一生懸命考えたけど神に頼ってなかったって聞いてたんですってで本当に悔い改めて神に頼り始めたらそっから大逆転でなんでこの話をしたかったら彼はただ売り上げが上がっただけじゃないんです彼の,チェーンその彼の帰ってる会社は30店舗ぐらいなんですけども、えー、日本全国にケンタッキーは1000店以上あるけどその3番以内の祝福された店が 1>, 1年に表彰されて香港に行くんですけど彼はその 3, 3店舗の中に入って祝福されて香港に行ってレッドカーペットで1週間あのおいしいもの食べさせてもらって <laughs> お土産までもらって書いてくるわけですねで私が言いたいのはね本当に神様を選んで神にを頼むとこの世で皆さんが置かれている現場でまさにこの世の真っただ中で勝利をするっていうことをしてほしいんですよ。 でも、頑張ってこの世で勝てと神様は言ってないんです。あなたの根本を変えなさいって。自分で頑張り、自分で努力し、自分で勝ち取る人生から、本当に神様を中心に置いて、神により頼んで、十字架にすがって、この方により頼んで、この方のおっしゃることに従う人生に変えるときに、この地上においても、あなたが置かれているその職場でおいても、営業であっても、数字が全ての営業でさえ、神様は勝利と結果を出しますよって言ってる。しかも、 はっきり書いてある圧倒的な勝利者って書いてある永遠,の永遠に勝利を取った方がこの断定のたガ断定のこの地上で勝てないわけはないんです圧倒的な勝利をくださるんです私はあの彼はその証をしたと思いますだって30店舗の最下位で上司に怒られたのに逆転したら1 0店以上の中の3番に入ってその会社で今まで1回も受けてないその会社で。 社長が大喜びしてわざわざ香港に行く前に表彰してくれてその時社長が言ったん何回もこれは南君ではない南君の信じてる神様だって社長が言ったん社長が認めてるんです彼の力じゃない神だってお互いお互いの人生を見て世の中の人が全く世の人が神様すごいなってお前の信じてる神はすごいなっていうそういう奇跡を見たいと思いませんか 私は見たい神様はそれを喜んでしてくださいます。私たちが中心軸を自分の努力や頑張りではなくてこれは恵みなんですよ、誠実であること、中心であることは素晴らしい神のプレゼントなんだけどもしかし、神を中心に置いた上でそれが機能し始めると本当に神の栄光が現れてくるそこを神様に求めてらっしゃるそして本当にこの世においても神様は勝利を与え何よりも永遠の命を与えたいと思っているあなただけじゃない。 あなたの前の人たちにあの人にもこの人にもおよそ神様と関係ないおよそキリスト教なんて関係なさそうに見えるあの人にも本当に命が流れていって天国で必ず会えるっていうこの地上でも笑顔であの人が生きるようになるっていうそういう奇跡を見たいです一目の奇跡が好きだからでもねできないんですよ私たちにはできないんですよでも神にはできるん神にはできる その神様にに本当にすがってて求めていきたいと思うで昨うね、わし祈りながらね、ものすごいうれしかったんですああ、一番大事なことを始めたっていう、原点に戻ってきたっていう、でもちろんこう祈ってる中でね、神様が示されたら、その高校に行ったり、いろんなことやるでしょうけども、でも、まず神様にすがるってことから始めてほしい、その中で神様がこう言って語ってくることがある、その時に捨てなきゃいけないことがあるかもしれないけども、捨てていくと、神の素晴らしい笑いとってことはね。 でこの下半期に入りました678910あと5ヶ月ことこんなことなん奇跡でしょう今年の年は今年は奇跡の年なんですよ皆さんこの7歳教会時間がいるってことは皆さんはその奇跡を神様与えるとって言ってることなんです俺は関係ないと思ってる人も神様方は思ってますからねっ人一緒に神様は奇跡を神様の方は与えたいんですよ私たちが本当ににを中心にしていくと必ず起こります必ず起こります神にごーヒなんかありません 神は必ずお互いに、ねねね、それを期待していきたいというふうに思います。で、怒ったら明かししてね、こんなことがあったってねあの、そして世界に行ってそれはね、分かち合いたいというふうに思います。お願いします。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは、様それは神に人にはできないが、神にはできるとおっしゃいました。あなたにはできないことは何もこの地上ではありません。永遠を作られた方 様どうぞあなたに私たちがしっかりと中心を置いてあなたにしっかりとすがいながら神が用意されている祝福と勝利を共に見ていくことができるように永遠において見この地上で見ていくことができるようにともに神様を導いてくださることをお願いいたしますお祈りをしたいと思いますけれども罪があると祈りは聞かれませんのでまず悔いと申しましょう主は言われました何をしてほしいのですか 今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えてください。天の父様、今キリスト様の何よって祈ります一。一人の心の叫び求めに答えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を具体的に表してください。シエスキリストの何よって、命ずる心と体を完全に癒され すごい否定的な思いが来ている人がいます。自分はダメだし、どうしようもないなって思ってるんですね。私は言われます。確かにダメで弱い分があるでしょう。でも、私があなたを選んで、私があなたの力となり、盾となる。安心しなさい。あなたができなかったことを私はあなたのうちに力をそいで表していきます。すがりなさい。私があなたを固く立たせるとはわれます。あなたに笑顔が戻ってくる。私はそれをあなたに必ずしよう。 胸の痛み、背中の痛み、関節の痛み、エスマってメデその根本の原理でください。胸と関節、そして背中、エスマっても痛みを消えてなくなれ喉の癌、大腸の癌、肺の癌、胃の癌、イエスマってメデ消えてなくなれ脳梗塞、心筋梗塞、その後遺症のすべてを完全に癒されて、 消えてなくなり、完全にやっ。れよ境内のことに関して、あなたは自分のできるも精一杯をやってきました。神様はそれを知っとられます。あなたはその中で誠実に精一杯やってきました。主は言われます。私はそのあなたの頑張りを知っている。愛する子よ。あなたはそこそのその頑張りの上でもう一度言いますが、私に本気で求めなさい。 その時私はあなたにあなたがやったその 10, 10の努力を100、0 0 0の力に変えていこうとしられます。愛する声は私を中心に私に真剣に求めなさい。その時私はあなたに豊かな恵みを持って応えていこうとしようとされます。怠惰になっていたことではありません。でも中心に私をしっかり据えなさい。その時あなたの努力や頑張りというのは全く今まとは違った状況、違った事柄が始まってくるとしられます。 私が置いた場所に私が用意した人がいるなんかすごくぶつかってくる人や苦手な人もいるんですがそれそこに目を留めるのではなくて私が用意した人がいるその人に目を向けなさいその時私はあなたに希望を与えようそして具体的に語り出そうとしおられますえっさんありがとうございますお一人お一人のことを一番知っておられる人が一人一人に具体的に語り触れ皆と話してください安心しなさい私はあなたに約束した通り あなたを癒します私は必ずあなたを私の恵みで満たします。安心しなさい。私は約束したことを必ずなそうと知られます。エス様、ありがとうございます。感謝いたします。エス様、お名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルをお賛美します。ハレル。 Hallelujah, 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 hallelujah. 仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、地なる神の愛、正論したしき交わりが、私たち、人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも豊かに限りなくありますように。 아멘.